はい、ほどだよ。さあ、始まりました。いよいよですね、はい、早稲田、慶応の文法、めっちゃ解いていく講座になりますね。まあ、100台としてますが、100は優に超えると思います。非常に多くの問題を解いていきますので、まあ、ザカザカザカっとですね、一気にやっていきたいと思います。はい、それではですね、第1問目からいきましょう。早速やっていきますね。はい、2020年のスポカの問題ですね、早稲田です。早稲田スポカはね、前にきちんと英語のね、きちんとっていうのもあれですけど、独自入試やってたので、たくさんの文法問題が出てきました。やはり基礎をやるにはスポカの問題が一番いいので、スポカからやっていきます。そしてやっぱりスポカと法学部っていうのが文法っていうものがメインになっていきますので、そちら2つをたくさんやっていきたいと思います。空所補充ですね。そして慶応の商学部もこの4択の問題で出ますので、やっていきますね。で、その後、まあ、正序があったりとか、正語があったりっていうのは、後々やっていきます。で、さらにやっぱりですね、人科の前置詞とかもね、厄介だと思いますので、前置詞についても話をしていったりしていきます。はい、では、それでは、いきます。はい、早速ですね。はい、choose the one word or phrase that best completes the sentence。ね、はい、埋めるのに、一番ベストなのは一体どれってやつですね。まあ、一問目は楽勝だったと思う。まあ、そんなに難しくないですね。It comes to placing the ball on the court just so.No one can hold a candle to heart っていうので、別に表現自体は難しいのはこう中にいろいろ入っているんですけど、It comes to ing というもうめちゃくちゃ有名なものが出ているので、そうです。これのこととなるとという when が正解です。When it comes to 何々ですね。なんとかのこととなると。で、この to は前置詞ですので、後ろには ing が来ますね。はい。このこともちゃんと押さえておいてください。後ろ意味わかんないですけど、この辺ね。わかんなくても正解は選べます。だから本番では、もうそのままバーッとですね、解いていっちゃえばいいです。意味なんか考える必要はありません。まあ、一応どういうことかっていうと、ボールをですね、コートにですね、just so って言ってるので、あ、これあんまそんなにすごい使う表現じゃないですけど、まあ、ぴったりとその位置に置くことができるっていうですね。テニスでなんか狙ったところにスピーンってなんだバーンって置くとですね、こう打つことができるとかそういった形の話なんじゃないかなと思いますね。コートって言ったらバスケットボールかテニスだからね、はい。で、No one can hold a candle to heart ですね。まあ、イディオムですね。 No one can hold a candle ですね、 to 誰誰で、キャンドルをこうやってやって、どういうことって思うかもしれないんですけど、これ勝てないって意味です。彼女には誰も勝てないよっていう風に言っています。なんでキャンドルなの、なんでろうそくなのって思うかもしれないんですけど、実はこれですね、ろうそくを持ってこうやってやるっていうのが昔の召使いさんの働く、ね、仕事だったわけですよ。でもこの働くこのキャンドルすらお前はできんのかいってですね、ホールダーキャンドルすることすらできんのかい、お前は全然ダメだっていうのから来たと言われています、このイディオムですね。はい、イディオムです。ただまあ全然そういうのを知らなくても答えを出すのは簡単ですから、一瞬で when を出しましょう。はい、次です。 I なんとかthe piano after I started high school and became too busy というふうに言ってますね。まあこれよくあるやつですね。 stop to か stop ing ってやつですね。まあ知っていると思いますが、 stop to っていうのはなんとかするために立ち止まる。早稲田のレベルだったら立ち止まるだけじゃダメですね。なんとかするためにやめるとかっていうのも知らないといけません。はい。で、今回は当然ピアノを習うのをやめた。stop ing の方ですね。何々するのをやめる。stop ing ですね。はい。やめる系と ing は相性がいいですよね。finish ing、quit ing、give up ing、いっぱいありますね。はい。で、stop to ing はないですから変ですね。はい。おかしい。で、で、C は stopped to learn ですね。learn するために、止まったっていう風に来て、なんだするために止まったっていうので、ただまあ、learn の後ろに play っていう動詞2個並んでる状態になってるので、どっちにしろダメですね。はい。なんで C はダメ。はい、さっき、そっか、するためにやめるって言いましたけど、そう、するために止まるっていうのもありますね。はい、ですが、stop the learn of ってなんでこんなところに動詞が現れるの、ザと後ろに意味不明ですね。はい。次いきます。サマー。I'm sure that she will be なんとか to show you around town. Delight, delighted, delightful, delightfully って言ってますか？はい。主語は she ですから、彼女は嬉しい。喜びをもらう側ですから、would be delighted が正解ですね。はい。誰々 is surprised とか、誰々 is excited とかって知ってますよね。感情っていうのは受け取るものですから。はい、なので、誰々 is delighted っていう風になるわけですよ。だってそうでしょ？はい、今から喜んでください、どうぞっつったって、喜べないでしょ？
はい、ちょちょ今からはい驚いてくださいどうぞって言ったってできないでしょ。はい、今から興奮してくださいさあどうぞって言ったってで自分の意思でできるものではないんですよ。必ず感情の原因があってそれを受け取る形でやるっていうのがこの感情の動詞とか感情の形容詞っていうものなんですね。はい、delightful だったら、ね、彼女がその喜びを何かしらこう与えるものになっちゃいますので、はい、delight は違いますね。はい、動詞だったりね、するやつです。はい。で、show人 around なんですね。これをこう見せて回る、案内するとかっていう表現です。はい。この辺もちゃんと押さえておきましょう。4番。When the Swallows defeated the Giants 9-3, it could be said that the Swallows outscored the Giants なんとか runs. なるほどね。はい。Swallows がジャイアンツに勝ってるわけですね。はい。やっつけたっていう defeat ですね。勝つっていう場合にこれ win を使っちゃいけないっていうのもちゃんと知っとかなきゃいけないですね。Swallows won the Giants とかっていうふうには言えないですね。そう、win っていうのは勝ち得るですから、ゲットするっていう意味ですので、そうではありません。勝つっていう場合、この defeat や、もう一個、beat を使わなきゃいけないっていうね。はい。一応書いてみますか。beat を使ってね。これで勝つです。はい、で、9対3でですね、はい、もうここにね、ヤクルトスワローズ大好きのね、佐藤幸雄先生がいたら、うーって言ってるかもしれないですけど、まだ来てません。はい、で、9対3で。で、こういう風に言えるよ。スワローズっていうのがアウトスコアですね。はい、これだけスコアで勝ってるっていう意味ですね。アウト何々ってそれに勝るっていう意味ですから、はい、ジャイアンツにどれだけ勝っているかって言ったら、ランズっていうですね。そうなんですよ。野球ってランなんですよ、スコアのことって。なんかさ、まあ、スポカだからいいのか、そうだよね。はい。6、ランズ。ね、差であるって、これ差を表す場合ですね。まあこれからこの話は何度か出てくると思いますね。増えるとか減るとかですね。そういう時に差を表すよとかっていうので出てきたりする場合になります。はい。なんで、6点差ですから9対3ね。だから by 6 runs っていう風になりますね。まあいろいろね、このスポーツによってね、違ったりするので、もうバスケットだったらポイントですよね。あれは。あれは1回で2点、3点とか、まあ、フリースローだったら1点っていう風に点数が変わるからポイントで、やるけど、サッカーとかだったらゴールですね。1ゴール、2ゴールズ。1回に1点しか、ね、ならないですから。はい、っていう風に、様々な、ね、数え方があるんですよ。野球は1個の1周するからランなんですよ。はい、ホームランって言いますよね。はい。ということでした。この辺のことも、ちゃんと押さえておいてください。この差の場合ですね。で、アウトなんとかっていうのはいっぱいありますので、はい、なんとかに勝るアウト、ウィットとか、はい、これに勝りますよっていうのが出てきたりとか、なんとかよりも上、売れるですね。アウトセル、A アウトセルス B って言ったら A の方が B よりも売れますってですね、こっちの方が人気だよとかっていう時に、出てきたりします。アウトウェイだったら重さが超えるということから A の方が重要ですって言うんですね。 A アウトウェイズ B って言った場合に A の方が B よりもこう重さがあるよっていうので A の方が重要だよなんていうので出てきたりもしますので、はい、こういったのも総計レベルだと思ってちゃんと押さえておいてください。はい、まあこんな感じですね。レベルは高いし早いです、喋るのがね。多分普段の動画見てる人だと分かんないと思うんですけど、総計レベルでは私はもっと早く喋りますので、なるべくたくさんの情報を与えるっていう感じになりますので、そういった感じでやっていきます。はい、それでは次の問題いきますね。今度は法学部の2019年の問題やっていきましょう。Choose the best option from the following list to fill each of the blanks in the passage below. If no word is necessary, choose option G. You may use any option more than once. というふうになってますね。はい、この A から G の中から入れなさいと。で、1回よりも多く使っていいよって書いてますね。More than once というふうに書いてあるので、何度も使えるので厄介ですね。はい、1回だけではないと。で、しかも今回 no word も入ってますから、入らないよっていうのも可能性としてあり得るっていうので、厄介です。まあ、こういうのがね、法学部の厄介なところなんですよ。はい。いきますね。William Butler Yeats was born なんとか Dublin ですね。はい。イエイツね。これ非常に重要ですけどね。このイギリス文学とかで勉強した人とか勉強する人ですね。多いかもしれません。はい。で、場所ですね。はい。ダブリンという場所が来てますので、答えは in が入るので、はい。C ですね。in Dublin ですね。まあ、born in Tokyo とかと同じ感じですからね。で、June 13th, 1865と言っているので、はい。日付が来てます。日付は on ですね。on June 13th。こんな基本的なの出るんですか？出ます。はい。こういう基本的なものが出るので、ちゃんと押さえなきゃいけません。Studied to become a painter. ペインターになるために勉強した。Like his father,
ですね。はい、ファーザーのようにってですね、発音ファーザーですからね。はい、ファーザーじゃありません。で、abandon that profession、 その仕事を辞めましたとね、捨てました。1886っていう年が来ていますから、はい、いいんですね。1886年に。で、favor of literature、 はい、文学の方を好む。 in favor of ですね。はい、またいいんですか。そうなんです。そんなにいいんばっかでいいんですか。いいんです。はい、厄介ですね。 he was heavily involved、 be involved、 いいんですね。はい、これに関係している、関わっている。 the movement for the Irish literary revival、 リバイバルですね。 and founded the Irish literary theater ですね。あ、theater、 イギリスでですね、 T-R-E、 アメリカだったら T-E-R ですね。はい、設立にって言って、これだってさ、すごくない？ 4 つだよ。5つのうち4つがいいんで、ね。これはさ、ふざけた問題だよね。完全に受験生の心を惑わすためでしょ。え、陰ばっかりでいいんですか？違うの選んじゃわなきゃなーっていうふうにね、選ぼうと頑張った人を、ね、この落とし入れる、とんでもない問題です。そういうふうにやっちゃダメです。いいんで、いいんです。自分を信じてやってください。これが大事。はい、まあ、日付とかっていうのはね、いわゆるナイトの場合だとアットですとか、あ、夜明けね、アットドーンとか、夕暮れダスクとかね、こういうやつってもうちゃんと知らなきゃいけないし、 in the morning、 in the afternoon、 in the evening とか、こういうのもちゃんと押さえておかなきゃいけません。ただし、いわゆる特定の日だった場合は全部オンに変わるっていうのがむちゃくちゃ重要になりますので、はい、知っておかなきゃいけませんね。On the Sunday night とかですね。So the, on the morning of April 10th とかっていう風に決まった日になったら全部オンに変わりますのでね。はい、だから気をつけてくださいね。そう、特定の日ですね。On the Sunday night、On the Sunday morning とかね。っていう風にオンに変わるっていうのもよく問われますね。うん、これは総計でも問われるので、はい、この辺のことはちゃんと押さえておきましょう。はい、それでは第2項行ってみたいと思いますね。まずは早稲田大学スポーツ科学部2017年の問題からいきたいと思います。はい。Choose the one word or phrase that best completes the sentence という形で、はい、空所埋めるの一体どれがいいですかというね、ものを選んでいきたいと思います。はい。Chris heard nothing from his brother. なんとか made him uneasy. まあこれは基礎的なやつですね。解けないと、ダメなやつだと思います。はい。クリスっていうのがもう brother かな、もう聞いてないよって言って、で、それがどうしたのって言ってるわけですが、はい、空所の後ろに made っていう動詞が来てますから、はい、なんでまあ接続詞関係詞的なものを入れればいいっていうのがわかるんですが、関係副詞ってやつですね。where はね。だからこいつは入りません。なんでだかわかりますね。うん、まあ、メイドの後ろはメイドヘムアンイージー、不安にさせるとかっていう、全部不安にさせたっていうのがあるんですが、はい。関係副詞っていうのはですね、塊の中で副詞の役割をするやつのことです。それに対して関係代名詞っていうのは塊の中で名詞の役割をすること、するやつのことですね。はい。だよくここで、あ、メイクの前に主語がない。主語がない。後ろに名詞が欠けてるですね。空所の後ろ名詞が欠けてる場合は関係代名詞を入れなさいとかってよく習うんですよ。はい。で、まあ、それで、このままで解けますね。うん。はい。これ欠けてるから、あ、主語がないよ。だから、ここにはです、ね、関係代名詞が入るで解けるんですけど、完全不完全とかって言って習ってるんですけど、総計レベルはそのレベルじゃダメなので、ちゃんと総計レベルでの授業は私はそれではやらないので、はい。ちゃんとここには、主語になる名詞が入ると教えます。自分自身はね。はい。なんで、主語になる名詞が入るんだよっていうのはちゃんとしとく。だから、副詞になる関係副詞はダメですよ。塊の中で副詞になるやつはダメですよ。はい。だから、残ったのは、that とか what とか which です。what は塊全体で名詞になっちゃいますから、この塊が全部名詞になっちゃうので、いきなりですね、I heard nothing from his brother! ポコっていう名詞があるってことになるので、これダメです。で、残ったのは関係代名詞の that とか which かさ、どっちですかって言った場合に、はい、大丈夫ですね。これは、まあ、カンマついてるんで、はい、カンマついてる場合は、ザットは基本的にはダメですので、はい、カンマウィッチで、おしまいって言われるやつです。はい。うん、で、関係代名詞は塊の中で名詞の役割をするから、だからこれ欠けてるというよりは、ここ、主語になってるんですよ、こいつが。ですね。主語がないんじゃなくて、ウィッチが主語なんです。はい。
これは後々ですね、さまざまな関係代名詞の問題を解くときに役立つ考え方ですので、知っておくことをお勧めします。はい。で、何もブラザーから連絡がなかった、その連絡がなかったことで、でクリスは不安になったわけですね。だそれがクリスを不安にさせましたって言ってるので、はい。という形で、まあこれが非制限用法のウィッチの場合は、前の文全体を指すことができるよとかっていう風に習うやつですけど、まあそんなの全然不思議でも何でもないんですよね。なんでかっていうと、it とかさ、あるじゃないですか。あれって別に、ね、前のある名詞を指すだけとは限らないじゃないですか。it がほら、節を指したりとかね、塊を指したりなんていうことはよくあるんで、それと同じように which だって指せるんですよ。はい。まあもちろん、働きは違いますよ。関係代名詞という働きと単なる代名詞は全然違いますから、関係代名詞は後ろに動詞を置けますからね。はい。次いきます。I'm not sure whether なんとか in a month ね。はい。1ヶ月でなんとかですね。I'm possible。こういうよくある間違いですね。ダメです。人 is possible の形はありません。はい。It is possible for me to read this book。問題ないですね。はい。in a month です。1年。1年じゃねえ。1ヶ月でってことです。未来を表す意味ですね。within は何々いないにだから意味が違いますからね。はい、これ1ヶ月で終わらせられるか。はい。This book is possible for me to read。これを選んではいけません。できそうなんですけどダメです。いわゆるタフ構文とかっていう hard とか difficult、easy とかってですね、ああいうキャラクターってこれ両方の形取れるじゃないですか。 It is difficult for me to read this book って言えるし、 This book is difficult for me to read っていう風に言うことができるんですよ。だから同じように possible もいけんのかなって思っちゃう人がいるんですけど、いけません。はい、厄介なんで注意です。ここはto read this book for me is possible。 なんかむちゃくちゃですねこれ一体どういう状況になってるんですかこれ。はい、無理です。こんな風に崩壊してますね。まあ、もう無理もう崩壊しすぎてますね。もちろん it for to をなんかもうぐちゃぐちゃに並べ替えたみたいになってますね。はい。で、一応 to 不定詞を主語にする、まあこれはこれが理由だから罰って意味じゃないんですけど、2V は主語にしないことをお勧めしますね。いいですか。これを主語に置くことは英作文とかでは避けてください。はい。主語に置きたいんだったら同名詞にするっていうのをやってください。まあ、もしくは it for to ですね。はい、こういうふうに it にして to 不定詞こう後ろに持ってくるっていうやつですね。はい、そういう形でやってください。これも英作文で、絶対避けた方がいいんですけど、まあ、もちろん読んでると出てくるんですよ、難しいやつのね、入試問題なんかでは。でもしないでください。英作文では to 不定詞は主語にしないっていうのを徹底してください。じゃないだって、ね、見てる、ね、ネイティブ間違ってると思うからね普通は。はい。次です。 Janet can't stand it なんとか noises during a concert って言ってますね。はい。これはもうノイズさえ分かってるでしょ。 people have noise、ね、if the music is disturbed、 ミュージックが邪魔された、もう受け身になってるのにさらに名詞を置くんですか。受動態にしたら目的を減らなきゃいけないからね、前に出てって。だから disturbed by とかっていうのをまあ入れれば分かるけど、ね、こんな単体でもいいでしょ。 when people do noise とは言えないですね。そうです。 when people make noise ですね。はい。で、ノイズは加算不加算両方ありますので、make noise でも make noise、make a noise とも言えるし、make some noise っていう風に言うこともできますね。両方持ってます。はい。で、コンサートの時にノイズ立てるのに我慢できないですね。when 以下のことをこの it が指してますね。そう、it って本当だから、いろんなもの指せるんですよ、さっき言ったように。ね、when の塊だって指せるわけですよ。はい。で、他の人たちがコンサートで音を立てることに耐えられません。っていう風に、この it は when 説を指してるわけですね、後ろの。で、スタンドほら多動詞で我慢できるって覚えちゃう人いるんですけど、can't stand で覚えてくださいね。我慢できないという時に使う表現ですので、はい。何でもかんでも使っちゃダメです。英作文でも我慢できるとかっていうね、I stood なんとかですね、私は我慢したとかって書いてきちゃう人いるんですけど、私は立ったですよ、そんなのね。はい。もうそう、そういう間違いがあるので、必ず cannot と使うようにしてください。はい。で、こういうふうにね、後ろのやつを指すとかっていうのは結構あったりしますね。例えば、appreciate it。I'd appreciate it if you could とかってね、よくありますね。これ、正誤問題とかでも狙われますね。it なきゃいけないんですよ。で、その it が後ろの if 説を指してるよなんていうのも出てきたりすることがありますね。そうなんですよ。ただ、it って後ろにある説ね、副詞説を指したりすることできるので、はい、こういうものもちゃんと分かっとかなきゃいけないのが、これが早稲田のレベルになります。はい。
次、Real wealth is なんとか avoid doing what one would rather not ですね。面白い表現がいっぱいありますけど、本物のですね、富っていうのはこういうものだって言って、avoid ing めっちゃ出るやつですね、これね。はい。で、これを避ける、何を避けるのって言ったら、ここにもまた面白い表現があるんですね。What one would rather not ですね。はい。would rather ですね。はい。こうしたい。で、 では not ですからね。こうしたくない。ね、はい。したくないことです。What one would rather not do ですね。したくないことをするのを避けないことなんでしょうね。はい。being はむちゃくちゃでしょ。なんで being の後ろに動詞の avoid なんか置けないでしょ。being able to だったらかけ、なんで as to なんですか。はい。こうするためにが挟まっててむちゃくちゃですね。はい、to be able to avoid doing。そうですね。はい。やりたくないことをしないっていうことを避ける。難しいな、日本語が。やりたくないことを避けられること。それがリッチであると。本物の富であるとですね。そうそう。やりたくないことをやらなくても済む、ね。それが本物のリッチであるということだよって言います。はい。what 説が全体で名詞になっているとかですね。はい、で、これが to 不定詞ね。to be able to。はい。to find yourself able to。なんだこれ。Yourself どっから出てきたんですか。 Yourself が出てくるってことは前に You が出てきてないといけないですからね。そう、再起代名詞でしょ。再起代名詞もう一回出てくるですから、はい、だからむちゃくちゃです。こういうふうにですね、やっぱり複雑するんですよ。だから Avoid ing 入れたりとか Would rather not のね後ろ省略が出てたりとか、こういう関係ないことをいっぱい入れることによってなんだかよくわかんなくしてるわけですよ、答えが、うん、だってさ、もうここにさ、avoid doing って、この avoid って書いてある時点で、もう、こいつしかないんですよ。この後ろの、ね、謎の、これどういう意味だろう、どういう意味だろうって考える必要なんかない。避けるとか、would rather not はどういう意味だろうとかね、not の位置が重要だとかね、考える必要ないんですよ。はい、ただ、SVC で、to 不定詞が来てるでおしまいです、はい。だって後ろに avoid っていう原型がいるんだから、being はおかしい。being avoid なんて言えるわけないですね。はい、being able、able の後ろどうなっちゃってるのこれね、はい。as to するために、もう意味が分かりませんし、そもそも能力があるになっちゃうからね、能力がで、しかもビングがありつつむちゃくちゃだな、なんかもう、はい、もうエイボーの主語は人ですから、リアルウェルスにはならないからとか、もうおかしなところがいっぱいあるんですよ。でもこのおかしなところをいっぱいくっつけることによって逆に見えなくなっちゃうんですよ、皆さんはね。そう、骨格さえ見抜けばいいんですよ、文法問題ってね。でもその骨格の周りに余計な肉をバチャ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 ですね、余計な装飾品をガチャ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 くっつけられているせいで見えなくなっちゃうんですね、どれが一体どうなってんだみたいに。はい、だから気をつけてください。それが狙いです。だから総計とかは本当にもうその余計なお肉、余計な装飾品をたくさんくっつけるっていうのが特徴です。はい、だそれに惑わされないようにいきましょうね。骨格を見抜いてちゃんと骨を断つっていうのが大事になります。はい、できます。After なんとか on his couch more than a dozen times, more than a dozen times, he gave up his attempt to sleep. はい、もう寝るの諦めたんですね。はい。After being turned over, ひっくり返されるですか？なんかもうむちゃくちゃじゃないですか。カウチで何十回、まあまあ十何回、ダーズンってまあ十ダースだから12なんですけど、まあ十何回ぐらいだと思います。ね、ひっくり返された後。なんでひっくり返されたの。 He gave up his attempt to sleep. 寝るのを諦めた。 He overturned. ひっくり返す。ひっくり返すの意味が overturned decision とかね、そう、決定を覆すとかだったらわかるけどね、はい、His having turned. もうむちゃくちゃですよ。もう何が何だかさっぱりわかんないし、なんで意味上の主語の his とか使うの。同じ he だからさ、つける必要もないのにさ。はい、答えはそのまま After turning over. です、はい。ひっくり返すっていうか寝返り打つですね、はい、カウチしてますか。ソファーのことです。ソファーで何回もこうやって、まあ、だって on his couch とか in bed になってれば turning over in bed とか in his bed とかってなってれば、寝返り打つですね、ベッドで、ね、めっちゃ雷が鳴ってます。これ撮影大丈夫なんでしょうか。で寝るのを諦めたっていうことでした。はい、怖い怖い。ここにもね roll over なんていうのがあります。で、after ing とか before ing っていう風に後ろに動名詞を取ることができますので、はい、これを知っておいてくださいね。はい。で、この場合は、前置詞になりますので、接続詞ではありませんので、後ろに ing 取っている after は、前置詞になりますので、はい、前置詞足す ing 形になります。
はい、それでは第3項いってみましょう。まずは慶応大学小学部の2021年の問題からいきますね。はい、まあ、前回やった通りね、骨格をちゃんと見抜きましょうですね。問われているポイントをちゃんと見抜いて、そこをズバッと切りに行くっていうのを意識しながらやっていきましょう。はい。Some mistakes are soon forgiven, others are unforgivable って言いますね。はい。こういうミステイクもあれば、こういうミステイクもあるっていうやつですね。Some others の構文ですね。はい。これは other mistakes ってことですね。うん、だから許せる、すぐに許せるミスもあれば、許せないミスもあるよ。Some historical problems are easily forgotten ですね。ヒストリーの問題っていうのは簡単にすぐに忘れられちゃうものもあれば、others are cause for lasting なんとかって言ってますね。はい、だ忘れられないものですね。lasting ずっと続くです。ずっと続く何？indignation 怒り、正解です。はい。でこれは単語のレベルが高いですね。知らないといけないですね。そうですね。まあいろんな国ともね、まあお隣だったりとかさ、日本もずっと揉めてますよね。ずーっとそれがあるとか、まあ今日なんかもまさにこれ収録してる時はね、中国と台湾の問題とかっていうのがあったりするんですけど、まあそうね、ずーっと問題になっているものもありますよね。はい。indifference 無関心、ignorance 無知、なんかずっと続く無関心、ずっと続く無知って面白いね。ignition 発火ですよ。火をこうつけるやつよね。イグニッションとかって言ったりもしますよね。あれです。ignite するやつですね。はい、次言います。Words that were once regarded as neutral may over time なんとか negative implications ね。はい、最初ですね、かつてはニュートラルだったものが時間が経つにつれて、ネガティブな意味ですね。implication ですね。はい、imply するわけですね。そういった意味を持つものっていうのが出てくる。それを持つようになるという意味の develop ですね。はい。develop ってこう発達して何かしらのこう能力を持つようになるっていうふうに使ったりもできるし、こういうふうに何かが新しい意味を持つとかっていうのでも使うことができるので、まあ難しいですね、これはね。かなりレベルの高いものですね。overcome の乗り越える fall into。まあ何かに陥ってしまうとかっていう時には使うよね、fall into は。はい、turn in、なんか提出するみたいな形ですけど、まあ into でね、変化があるから、まあそこから来てる多分ね、turn into でほら、turn A into B とかさ、A を B にするっていうのがあるから、まあそこから推測して引っかかっちゃう人がいるっていう感じでしょうね。まあそうですね、いろいろなネガティブな意味をね、持ち出すものっていうのは結構あったりするもんね。もう英語でもいっぱいあるし、日本語でもそうですね。だお前なんてね、すごいいい意味、お前ですから、めちゃめちゃいい意味だったものがね、悪い意味になる。貴様とかね、漢字見たらめちゃめちゃいい意味じゃんね。でもすごい悪い意味になりますね。そうだから逆の意味になっちゃうものっていうのは結構あったりしますね。はい、deteriorate しちゃうんですよ、意味がね。悪化する、deterioration ですね。はい。っていうのはまあよくあることですよね。はい。Even though most people recognize that burning fossil fuels contributes to global warming, this fact, なんとか the public anymore supportive of nuclear energy って言いますね。はい、ちょっと悲しい文になってますが、まあこの問題は簡単です。非常に楽なんでできなきゃいけませんね。Most people は知っているよ。Fossil fuels を燃やすことっていうのがこれの原因となる、一因となるですね。Global warming の、一因となるっていうことを認識している。だけど、その事実がパブリックですね。一般の人たちっていうのをサポーティブ、形容詞ですね。だから SVOC ですよ。サポーティブ、ニュークリアエナジーをもっとサポートにするとは、限らないというかしないんですよ。このエニーがついているから、はい。否定語が来る。そして OC の形をとっているというので、メイクが正解ですね。だから出てこうサポーティブになるわけじゃないんだよっていうふうに言ってます。でこれが、まあ、よくあるタイプの問題で、骨格が複数あるっていうものですね。答えの根拠になるものが、2箇所ある。まず、not なの、入れないの、否定語いるの、いらないのってですね。まあ、今回 any だったりとか、まあ、意味でやってもいいですけど、っていうポイントが1個ありましたね。で、もう1個は OC を取ってる cause じゃなくて make だよっていう2つの骨があるわけですよ。だこの両方の骨に気づけたかっていうポイントになってるわけですね。そうです。こういう、肉をいっぱいつけたり省略をねやって難しくする方法と、骨格を複数にして難しくするっていう方法があるので、はい、これも出題者側のテクニックです。はい、だから問いたいポイントが2個あったり3個あったりするとかっていうのも実は出てくるので要注意です。次です。 Anything in mind, please share it with us all.
because it can open up new possibilities for our consideration ね、はい、シェアしてください、ね、それによって新しいポシビリティですね、考慮するポシビリティが出てくるかもしんねえからっていうふうに言ってるわけですけど、うん、でまあわかりますよね、ここに、please share って SV の V ですけど、まあ命令文なんでないですけど、そう、ここに V が出てきちゃってるので、前にはこういう副詞の塊、まあ主節の前は必ず全体で副詞ですからになんなきゃいけないのに、全部動詞がいるんですね。あれ、なんでこれ全部動詞いるの、おかしいぞ、接続詞ないじゃん。そう、接続詞ないから、だからこれが正解。 Should you have anything in mind ね、何か頭に浮かんでるんだったらそれをシェアしてください、私たちみんなとっていう風になってるわけですね。はい、これは if の これですよね。もし何とかだったら、万が一何だったらっていうのの if を取っ払って should を前に出すっていうやつです。はい、まあ、これ知ってる、超簡単です。すごい硬い表現ですよ。で、これは、なんか、家庭法のとこで習う人が多くて、主節の部分は家庭法であってもなくてもいいですよとかって習いますけど、家庭法のことなんかほぼないです。こういうふうに、命令文になってますけど、こういうことが多いですね。Should you have any questions? ね、何か疑問があるんだったら、please let us know、 私たちにお伝えくださいとかっていう時に使いますね。うん、で、シェアは大丈夫ですね。share A with B ですね。A を人とシェアするっていうことから、つまりはそれを伝えるってことですからね。人にこれを伝える、シェアするってことね。はい、私の秘密をシェアしますってことは、シェアを伝えるってことですからね。次です。If なんとか for the government's financial aid, the recent economic slumps なんとか accelerated ね。もうこいつは楽勝でしょ。こう来てるからね。もうめちゃめちゃ大きなヒントがあるじゃないですか。そう。これはすっと解けなきゃいけません。はい。だ選択肢を見るまでもなく、ああ、はいはいはい。If, よいしょ。Had not been for, if it had not been for the government's financial aid, government のその経済援助がなかったら、そのエコノミックスランプですね、で不景気っていうのが促進されて、もっともっと速いスピードになっていただろうっていう仮定法過去完了になっているポジションを選べば OK です。で実際は、ね、ファイナンシャルエイドがあったから、そんなにスランプがボーンっていかなかったよっていうことですね。でまあこれがなかったらってやつですね、仮定法過去、つまり現在もしくは未来のことの場合は If it were not for、実際の英語では was で言うことが多いですけどね。はい。そうですよ。あの、仮定法だと必ず were にしなきゃいけないって覚えてる人いっぱいいますけど、いや、全然そんなことないです。で、これの if を取っ払って were を前に出してます。さっきの should と似てますよね。were it not for。はい。で、さらには、if と be 動詞、if じゃない、it と be 動詞を取っ払ったやつですね。でね、if not for っていうのがあります。で、なぜか、入試問題では出てくる but for と without っていうのがありますので、これがなかったらってやつですね。but for めちゃめちゃ硬い表現で、ほぼほぼ見ることがないんですけど、はい、一応入試で出るのでやっておきます。で、これが仮定法過去で、仮定法過去完了になると、if it had、If it had not been for と、had を前に出して had it not been for ですね。はい、これがなかったらってやつです。で、この3つは時間関係ないですから、仮定法過去完了でも使えますね。If not for, but for, without、If not for 見たことない人が多いですけど、早稲田の方ですね、出題されたことありますので、ちゃんと知っておいてください。はい、これは早稲田校のレギュラーの授業で確か扱ってる問題に入ってたと思います。どうでしたかね、ちゃんと全部押さえておかなきゃいけないですからね。あ、ちなみにこの were it not for になるときは was 使わないです。 was it not for とは言わないですね。 were it not for になります。ややこしい。はい、35番 The national soccer team persevered through the difficult circumstances of the game with their resolute なんとかね、もう辛いですね、状況の中をもう耐え切ったんですよ。パーずっとですね。パースビアもずっと頑張って耐え抜いた。はい。with their resolute なんとか。resolute っていうのもすごい硬い決心。もうやるぞみたいな感じですね。はい、resolution。New Year's resolution とかね。あの、新年の抱負とかってね。こうするんだっていう決心とかっていうのがありますけど、すごい硬い意識で。resolute メンタルじゃないですよ。メンタルは形容詞ですからね。こうメンタルやられてるとか、メンタルが弱いとかって日本語でメンタルってさ、使うからさ、それを使った引っ掛けですよ。
ね、前回やった問題にもありましたよね。 Go to travel とかね、はい、和製英語引っ掛け好きですね、はい、だから Resolute Spirit とか正解です。はい、知ってました。はい、スピリット精神ですから、固い精神です。メンタルはだ、名詞形はメンタリティですからね。はい、それを使った引っ掛けです。メディテーションね、こうなんですか、こうヨガとかさ、ああいうやつのことでしょ。メディテーションっていうのはいつも忘れちゃう、この日本語。はい、ね、あの瞑想とかです。はい、コンシデレーション、考慮ですね。なんかコンシデレーションさっき言ったよ、ここに来たじゃん。はい、次、Internal regulations state that salaries are paid なんとか the actual number of hours worked。 そりゃそうだろうっていう感じですけど、まあ internal regulation 中の規定ですね。はい、だから会社内の規定によるとこうだよ、こうやって言うと salaries っていうのはこれで、pay されるよ。 in favor of、 それを支持してどうするの。 inconsistency with、 ない、そんな表現。 consistent with だったらいいですね。形容詞のなんか分子構文的に使える the actual number of hours worked、 働いた時間の、そうですね、これワークとか一語で後ろからかかってますけど、はい、ワーク何々アワーズって言えるからね。はい、で、in accordance with、 そうですね、これに合わせてですね。はい、in support とかサポートし、意味わかんないですね。ということで3が正解です。で、in accordance with、 アコードは重要表現なんで、ちゃんとやっときます。はい。アコード with ですね、agree with みたいな感じで、それと一致するよみたいな言うときに、使う表現です。で、それの in accordance with っていうのが、まあ、名詞形に with ついてるやつですね。で、しての通り、according to っていうのもここから来てます。何々に合わせてとかね、according to age とかね、age に応じてっていうじゃないですか。それと同じですね、これね。その実際に働いた時間に応じてっていう意味なんで、これも同じとこから来ているので、はい。で、あな、その誰々さんの言ったことに合わせてっていう意味から何々によるとっていう意味もあります。はい。だこれも結構ね、according to バラバラに覚えてる人いるんですけど、in accordance with、accord with、according to、accordingly なんかもそうですね。ね、それに応じてとかって訳されますけど、つまり合わせてってことですね。全部だから合わせるっていう意味から来ている表現なんですね。はい、まあ、therefore の意味になる、それゆえにってね、だからってこれ前に書いてあったことに合わせるとねっていう意味です。はい、文頭では therefore の意味だよ。ね、語頭じゃねえ、文末ではそれに応じてだよとかってね、それに合わせてだよって習いますけど、それ全部合わせるっていう意味なんですよ、結局はね。はい、だバラバラに覚えるのではなく、そうやって覚えておくといいですね。according でもわざわざね、あの意味、この意味、あの意味みたいにね、やってる人が多いんですけど、実はそういうふうに合わせるでちゃんとつなげてやるとわかるわけですよ。だからこれはそうでしょ、ちゃんと実際に働いてる時間に合わせてお金払われますよっていう意味ですからね。はい、それでは第4項いってみましょう。はい、まずはですね、慶応義塾大学法学部の、2021年のですね、イディオム問題からいってみたいと思います。はい、また会話ですね。 In the dialogue that follows, words have been removed and replaced by spaces number 21 through 28 from the boxed list A and B below. Choose the most appropriate word to fill each of the numbered spaces. まあ、空欄に埋めるのはどれがいいでしょうっていう問題ですね。見てます。で、今回はドナルドとエイミーが喋ってますね。Look who is already at work today.、ね、まあ、これ look ってまあこう出だしにってよく使うね。おお、誰今日早いのはみたいに言ってますね。Well, I'm no longer quite the knight なんとか that I used to be ですね。はい、かつて私はこうだったんですよね。こうだった、これではもはや何々ないよって言ってますね。Knight owl ですね。まあこれは知っといていいですよ。はい。owl っていうのはフクロウの子ですから、はい、夜。ね、いるアウルだから夜型人間ですね。はい、私もそうですね。かつては夜型でしたけど、この夏今朝授業がいっぱいあるので、はい、朝型になりましたけどね。 That's good、 いいね。 As they say, the early なんとか catches the worm、 これも知ってなきゃいけないですね。 The early bird、yes、 catches the worm っていうのも、これも基礎表現ですね。はい、早起きは三文の毒とかって言われますが、いわゆる鳥さんがですね、 worm っていうこう毛虫みたいなやつ、なんていうの、こうミミズみたいな、ああいうのをこう掴むって言ってるわけですね、早起き。As they say とか、まあまあことわざにあるようにとかね、こう people say みたいな感じですよね、みんなが言うようにとか、ことわざにあるようにみたいな形の表現です。You said it ですね、その通りって意味ですね。これアメリカ英語でね、That's right っていう意味です。で、これ You said に当たるものですね、後でまた出てきますので、はい、そこで話します。I haven't seen you for a while、ね、しばらく見てなかったけど、絵作とかね、for a while 書けるようになってね。
How have you been? どうしてた? How have you been? とかね、How have you been doing? とかね、よく言う表現です。I've actually been as busy as なんとかですね。これと同じぐらい忙しい。だめっちゃ忙しいっていう表現ですね。はい。この中で忙しそうな生き物どれですか?そう。B ですね。働き蜂っていうじゃないですか。はい。だからね、もう蜂ぐらい忙しかった。めっちゃ忙しかったんだよ。ね、I've started to take an online course in veterinary medicine ですね。veterinary だから動物ですね。はい。だから獣医学ですよ。メディシンって別に薬だけじゃないですから、その医学、医療のこともメディシンですからね。Why? なんで? Haven't I told you? ね、言わなかったっけ? I'm getting sick and tired of this job. ね、もうこの仕事もううんざりですね。Sick of it. Tired of it.、ね、so I'm quitting.、ね、やめる。And pursuing my dream.、ね、はい、私の夢を追い求めるんだって言ってますね。未来のことを進行形で表せますから、全然問題ないですよ。Seriously? マジ? Please don't tell anybody else just yet.、ね、まだ伝えないでね、他の人には。I don't want to let the なんとかOut of the back too soon ですね。すぐにこれがバレちゃうと困るってですね。秘密がこう表に出ることを let the cat out of the bag と言います。これはですね、言語学の非常に謎なんですよ。これを研究してる人いっぱいいるんだけど、なぜ、ね、猫が出たら秘密になるんだろうっていうね。なんとなくまあ想像ができるんですけどね。はい。わからないんですよ。これね、まだね。はい。まあ似たようなやつというか、こう秘密をバラすとかっていうので、spill the beans なんていうのがありますね。まあこれは豆がこうバーって出てくんで、まあなんか想像はしやすいんですけどね。なぜ猫なんだろうっていうね。はい。ということでした。はい。で、次行きましょう。はい。It will be a pity if you leave. ですね。いなくなっちゃったらちょっと残念だよ、寂しいよっていうね。残念だよと、このピティね、めちゃめちゃ大事です。あ、ピティなんですよ。ほら。What a pity とかさ、It is a pity that とかってね、残念だっていう時に英作文で使えたりもするんですけど、間違える人がすごく多いですね。A pity とか A shame、ね、両方 A がつくっていうのを絶対忘れないでください。これ英作で間違えるポイントです。I've actually just overheard our boss say that、ね、ボスがこうやって言ってるのを聞いたよって、ね、Over here ですね、聞いちゃったよってね。He was thinking of putting you in charge of an upcoming project.、ね、はい、今度のプロジェクトの責任者にしようとしている。Be in charge of ですね。なんとかの責任者。When and where did you hear that?、ね、いつどこで聞いたの?Even so, そうだとしても、I'm leaving.、ね、もう辞めると言ってます。はい、I feel like a なんとか out of water in this office. このオフィスで水から出ちゃってるものって言ったら想像できるでしょ、これですね。はい、そう、水から出るのはフィッシュです。はい。だから水から出ちゃってしまった。まあ日本だとね、水を得た魚はいいですけど、水から出た魚はダメでしょう、ね。だから合ってないっていうことですね。場違い的なものですね。だから丘に上がったカッパとかじゃないですかね。日本のことわざで言うところのね。というふうに全然合わんと。これですね。だから自分の力発揮できないんでしょうね、きっとね。If that's what you think、ね、そう思うんだったら、I won't try to dissuade you ですね。あ、persuade の逆ですね。dissuade っていうのは説得してやめさせるってですね。はい、だから辞めるのを辞めさせるのを諦めるってね、しないよって。Actually, I have a hunch that you will be the one to oversee the project. ね、ハンチ、これもね、はい、難関大では出てきます。まあ勘みたいなもんですね。なんとなくだけどこうなんじゃないかな。Just a hunch とかってよく使いますね。で、あなたが、このね、そのプロジェクトを oversee ですね、はい、スーパーバイズする人になるんじゃないかっていうふうになんとなく思うよ。って言ってるわけですね。はい、オーバーシーズがこう前上から見てスーパーバイズする監督するみたいなですね。Where do you think that? ね、なんでそう思うの ？You know, one customer after another comes to you like a なんとかとあフレームって言ってますね。はい、one after another ですね。これ次から次へとっていうですね。はい、が、あんたのところに来てるよお客さんがね、like a なんとかとあフレームですね。火を炎に寄っていくのはどれかっていうのわかればいいんですけど、まあ炎に寄っていくのねえじゃんって思うかもしれないですけど、がですね。はい。ガとかさ、ほら電球とかにこうやって寄ってくるじゃないですか。だからマス、like a moth to a flame ね。だからみんなに人気があるというか魅力的であるとかね、そういう時ですね。こうやってガが火に行くようにこう寄ってくるよってですね、寄っていくよっていう表現です。I don't know about that。知らんけどみたいなね。That's true。You're so sociable ですね。はい、こうですね。はい、この有効的というか社会性があるってことですよね。sociable っていうのはね。
そう、社会っていうのはいつも言うんですけどね、こう人と人との関わりということが社会ですからね、間違いないでくださいね。そうだから人付き合いがいい、人と人とのつながりが、だから奏者法なんですよ。で、I on the other hand、 それに対して私は I've always been more of a lone なんとかですね、はい、単体で一人で行動するキャラクターですね。 Lone Wolf って言いますね、うん。これはしょっちゅう出てくるんですよ、ニュースとかでも。だ、犯行はローンウォーフのものだったのか、組織的なものだったのかっていうのでしょっちゅう出てきますね。だからまあアメリカだと悲しいかな、銃のほら、ね、乱射事件とかってあるじゃないですか。あの時に組織的なテロだったのか、それとも一人で行ったもの、ローンウォーフだったのかっていうのはすごくたくさん出てきます。何度も何度もニュースで聞きます。残念ですけど、1年に何度もこれは聞く表現ですね。で、That's why I can't stand our boss. ね、はい、我慢できない。やりましたよね、確かね。これ、cannot stand で、何々、何とかに耐えられない、我慢できないという時に、この stand は使ってくださいね。我慢できない。He's so nosy ですね。はい、nosy、何でも鼻を突っ込んでくるってことね。ね、詮索好きのとか、そういう時に使う表現です。I think you've got a 何とか in your bonnet about the boss. ね、はい、そのボスに対して、ちょっと誤解してるよみたいな時に使う表現ですね。これは、まあ、アメリカであんま使わないって言ってたし、聞いたことないって言ってたけど、まあどれかって言ったら、B かなって言ってました、はい、でも特に聞いたことはないって言ってた。みんなわかるけど、なんでなんだね、ボンネットの方にね、こう蜂が飛んでるんですかね。マイク is not that bad ですね。そんなに悪くない。このザットは問われることもありますね、はい、そんなにっていう副詞のザットです、はい、これも出てくることありますので気をつけてください。空所補充で入れられない人多いですね。そんなにWell, you may be right. あってるかもね。But people are just too complicated in my opinion.、ね、複雑すぎる人間っていうのは。Animals are so much easier to communicate with. ね。はい。アニマルの方が簡単にコミュニケートできるよ。タフ構文ですね。With の後ろをかけててアニマルですね。They don't lie or hide their true feelings. 本物の気持ち隠さないし。はい。コミュニケート with 人ですからね。これは、おぉ。これは絶対に。ウィズ抜かさないように気をつけてくださいね。本当に抜かしちゃう人が多くて、コミュニケート人って書いちゃう人が多いですね。コミュニケート A to B みたいに、これを B に伝えるっていう時だったらね、コミュニケートの後ろなんか目的を送るんですけど、はい、人は取らないですから、コミュニケート。ウィズってちゃんと覚えてください。はい。You can say that again ですね。はい。You can say that again。これがその通りという意味ですね。さっき You said it が出てましたけど、これ知らない人がすごく多いので、You can say that again。めっちゃ使う。むちゃくちゃ使う。はい、その通りっていうんでね、もう一回言えるよじゃなくて、その通りっていうんですかね。同じように Tell me about it とかっていうのをめちゃめちゃ使いますね。その通りだよ、 That's right っていうので、これは超聞きました。で、実際問われたことあります。どちらも You can say that again も Tell me about it も、会話問題で出題されていますので、ぜひともこれは押さえておいてください。過去問やって出会う人いるでしょ、はい、ね、この早稲田のやつやって出てたってなる人いると思いますよ、うん、だからよく出るんですよ、はい、なんでこちらも覚えておいてください。はい、それではいよいよ最終項行ってみましょう。早稲田社学の問題、今日はね、生語問題のいよいよボスキャラになるわけですね。まあレベルが違いますから、社学の生語っていうのはですね、まあ近年解ける問題も増えてきてはいるとは言われているものの、やっぱり英文のレベルが高いし、その他の学部っていうのはやっぱり間違えやすいところ、人がってか、ね、日本人がライティングしてて間違えやすいところに、線が引かれてることが多いわけですね。だからもう英作文の対策としても役立ったりするわけですけど、社学は無視ですね。そんな間違い方するやついないだろうみたいなところに線が引かれています。なんでもう一体何を聞きたいのっていう感じになってます。だ、超絶レベルが高い、まあ、僕はよくウォーリーを探せって呼んでるんですけど、本当になんでそんなの聞くのってやつなんですが、で、意味を取っていってもなかなか大変です。めちゃくちゃ難しい単語だったりを挟んでいるので、解きづらい。じゃあどうすんだっていうわけですが、まあ、なるべく文構造、そして文法語法で攻めるっていう感じですね。それ以外のところでドツボにはまってたらもうわけわかんなくなっちゃいますので、はい、なのでその辺のことを意識しながら解いていきましょう。はい、ではいきます。次の1から10について誤った英語表現を含んだ部分がある場合は A から D を誤りを1つ選び、はい、誤りがない場合には E を選んで、マーク、回答用紙にマークせよと言います。はい、最初です。 A debt triangle factors is responsible for killing off of about 40% of all the honeybee colonies in the US last year ということですね。はい、デッドトライアングルとは言えません。集合
中古じゃない、この就職する名詞と就職してる相手には手術の関係が成り立ちますね。はい、やりましたよね、確かね。なんで、triangle factors ですね。まあなんか3つのですね、triangle のファクターがあるんですよ。こうですね、これが原因、これが原因、これが原因みたいなね。こういうのが死んでるわけじゃないですね。デッドファクターズなんて言えるわけないですから。はい。要因が死んでては仕方ないですね。はい。だから致命的なとかね。いうのは deadly なんですよ。これそう deadly っていうのは形容詞に ly つけたら普通は副詞になるのにならないんですよ。そのまま、形容詞として使うことができるので、はい、こういったことはできるわけです。だから別に溶けろとは言わないですよ、この問題。でもなんか dead triangle factor とは変だなと思ってください。なんでこれが dead なの？手術の関係あってないじゃんとは思えてください。だからネイティブスピーカーに溶かしてもわかんないって言います、これ。直し方わかんない。dead はなんか変だけど。どうやって直していいか分かんないって言いますからね。だから別に deadly triangle factors って使う表現じゃないからですね、そんなにね。はい、なんで直し方は分かんなくてもいいですけど、A はなんかちょっと変だなと思えたらラッキーですね。be responsible for これね、原因があるんだ。ですね。はい、何の原因って言ったら、40% ですね。8% 全然問題ないですよ。合ってます。を殺しちゃった、キルオフしちゃった。まあ名詞として使われてますね。ハニービーを。ハニービーコロニーズですね。はい、コロニーコラプスディスオーダーですね。CCD と言われるやつですね。これはよく出やすいので、確か言ってる欄にもありましたけど、背景知識講座で出しておりますので、絶対これは押さえておいてください。めちゃめちゃよく出ます。はい、次います。Rats will enthusiastically work to free a rat caught in a trap ですね。はい、トラップになってるラットをフリーすると言ってますね。解放する。And they are especially eager to be good Samaritans who they are in the company of other willing helpers. もうここは無茶苦茶ですね。はい、無理です。Enthusiastically は全然問題ないですね。動詞にかかってるし、free も動詞として使うことができますから解放する。はい、rats がですね、トラップにかかってるラットをこう解放するんだって言います。はい、they are especially eager to こうしようとする。good Samaritans ですね。これまあ表現として、この困ってる人を助けるですね、良きサマリア人というですねセットフレーズなんですけど、まあ別に絶対しとけってわけじゃない、長文中に出てくることはありますけどね。うん、Who だったらこれかかっちゃうよね。 They are の are の部分が抜けてるっていうことでしょ、いわゆる保護になるキャラクターになるんで、保護の場合は Who は使えないんですよ、基本的に。で保護の場合は That とかにしなきゃいけないんで、まあ、ちなみに関係ないですよ、答えはそれじゃないんですけど、はい、変だというのだけ分かってください。SVC の C の位置になるときは、Who は使わないので、関係代名詞ね。That とかになる。で、はい、だから違う。それで答えを出せばいいです。直し方は分かんなくていいです。で直し方はこれ、When に変えるっていうだけなんですけど、うん、ああ、人があるって言って、かかってるって思ったのを狙ってるわけですけど、So, they are in the company of ですから、これ。と、一緒にいるっていう表現です。なんかここ欠けてるとこないので、だ関係詞を置くことで、関係代名詞を置くことできないです、そもそも。はい、で、他の助けようと思っているヘルパーさんたちですね。と一緒にいるときは、って言ったわけですね。時は一生懸命こう助けようとするっていう謎の文です。はい。これも直し方わからなくても C があれなんかちょっと変だなっていうふうに思えたら OK です。だからこんな風に間違えるやつなんかいないわけですよ。ね、英作文書いてて。こんなもんだ使わないから。でもあれなんか変だなっていう違和感を持てるかっていうのが勝負なんですよ。でその違和感を持てるためにはいろんなレベルの問題を解いてきてないといけないわけですね。基礎的な正誤問題を解いてきたことによってここに到達できるわけです。そのためには何千台というですね、大量の問題を解くっていうのが大事になりますので、たくさん解いてからここに臨んでください。はい、だ直し方が分かんないとかさ、ダメじゃん、それ。英作文に使えないじゃん、そんなのね。こんな難しい英文だしさ。はい、これが写学です。次、The same process that causes dewdrops to form on the blade of grass appear to play an important role in Alzheimer's disease and other brain diseases. めっちゃ表現は難しいけど、答えは単純ですね。はい、プロセスですね。はい。dew drops ですね。この雫ですね。っていうのを構図、なんとかトゥルーですか？作らせる。on the blade of glass って言ってるから、草の、こういう草ですね。こういう草のところに雫をつけ、作る。そのプロセスっていうのが appear。はい、ほら、来たー。手術の一致が合っていない主語、プロセスですよ。
アピアはおかしいですね。アピアーズ。これはめちゃめちゃ大事ですね。はい。日本人もよくやるし、ネイティブも違う。こうしているようだ。Play an important role。はい。重要な役割を果たす。アルツハイマーディジーズ。他のブレインディジーズ。そうなの？この雫がなんかこう垂れててできる、そのシステムがアルツハイマーとどう関係あるのか全くわかりません。はい。っていうふうに、なんじゃこれみたいなのが出てくるわけですね。でもこれは解けなきゃいけません。で、言いましたね。文構造とか文法事項で解ける問題はあるからって言ってね。だからここ文構造ですよね。これもそうですよね。文構造がおかしいって思ってください。これは直せてほしいけどね、3は。はい、3は楽勝な問題です。4番。While true that sea otters devour huge quantities of shellfish that people like to eat.Any commercial losses to fisheries are far outweighing by economic benefits associated with others, according to a new study. ですね。はい。これもまあ構造はちょっと難しいですね。Well, true that, while it is true that sea otters devour ってこうガクガクガクってガッツくわけですね。Huge quantities, めっちゃ多くのシェルフィッシュ貝を。で、人々が食べたい。食べるのが好きな。そう、ガッツく。って言ってる。はい。っていうのも、true であるけど、any commercial losses to fisheries っていうのは、これ outweighed ですね、これね、はい。なんでこれ ing なの ?A outweighs B ですね。A の方が重いよ、こっちの方が重要だよっていう表現ですね。out なんとかっていうのは勝つっていう表現ですからね。これ普段の和製本の授業を受けてる人は何度も言ってると思います。outwit で勝つとか、outsell でそれよりも売れる。ですね、勝つ系です。で、今回はこれが B is outweighed by みたいな形になっているわけですね、はい。だからこっちの方が重要だ、この A の方が重要だよ、エコノミックベネフィッツの方が重要だよって言ってるわけですね、はい。だからこのフィッシャリーズの人たちがこう失うコマーシャルロスよりも経済的ベネフィッツの方が上なんだよ。アソシエイト ASB よく出ますね。はい、アダーズですね。ラッコっていうのがめちゃめちゃ貝を食っちゃうと。人間が食いたいね。でも、その漁業の人たちのこのロスよりもずっとこっちの方が、イコロキベネフィッツの方が多いんだよ。重要なんだよっていうふうに言ってるわけですね。うん、で、そのラッコと結びついてるっていうふうに言って。次いきます。Ecologist.Suzanne Simard shares how she discovered that trees use underground fungal networks to communicate and share resources, uproot the idea that nature constantly competes for survival. まあ難しいでしょ。だからこういうね、なんだかよくわかんない英文でやってくるわけです。はい。この人が、言ったと、how she discovered ですね。どのように発見したのか言いましたよ。はい。シェアってことは共有するってことは、それを言うってことですからね。で、trees っていうのが underground fungal networks ね、菌ですね、ファンゴっていうのを、コミュニケートする、そしてシェアするリソースをっていうふうにそれを発見したと。で、uproot でいきなりここに動詞が新たにポコって置かれるのはおかしい。 how の後ろ discover、 that の後ろ use 出てきてますからね、うん、なんでこの uproot は uprooting とかにしないといけないですね。で、これでただ uprooting を知らないってなったら分かんないじゃないですか。動詞だっていうのも知らない。まあ、ルートをアップする。根っこそぎ。根っこから取るっていうので、ね、根絶させるみたいですね。だこういう考え方をもう根絶させた。ね、これ間違ってるよとね。ネイチャーっていうのがサバイバルのためにいつもコンピートしてる。っていうことでもないんだよ。そう、実は助け合って生きるなんていうこともあるんだよっていうことなんでしょうね。おそらくね。はい。まあそうです。助け合って生きていますよ。はい。いろんな生物たちがね。っていう、まあトピック、トフルとかでは出やすいですけどね。シンバイオーシスとかって言ったりするやつですね。まあ、シン、共に、バイオ、生きるですね。生物。共生とかってやつです。で、逆はパラサイトですね。正確には、パラサイティズム。寄生する。寄生のことですね。はい。こんなのも、まあ、レベルの高いやつですが、教えておきます。